SF です。どうもです。今回は JR 吾妻線の下にある渋川市阿久津交差点、大きく左にカーブする三差路ですが、よく見ると赤の下に矢印と、ここ右に曲がる道はないのにこの場所についています。ではどういった矢印が出るかというと、直進、大きくカーブした後の信号機だからでしょうか、ここは直進矢印。もちろん直進矢印は本来黄色の下。この阿久津交差点、何かおかしい。さてそうなると、こちら右側の信号も直進矢印なのでしょうか。左折矢印、つまりこの場所、赤の下に2つ矢印灯がついているのに出す矢印がバラバラ。しかも教科書通りではないのです。恐るべし阿久津交差点。ではちょっと変わったこの信号がどういう動きをするかというと、まず矢印が出て斜め方向の往来、その後青が出て直進と左折、反対側は市街からの流れ、最後に市街からの流れだけになります。つまり直進は自差式信号だったということですね。